よし、一通り試したし、とりあえず大乱闘でキャラも全部出さなきゃダメだしな。キャラはランダムでいくか。ランダムでいくなら敵強くしすぎると大変だぞ。ストック製3機567ぐらいにしとくか。お任せ。ポケモンスタジアム2。お、ファルコ、ファルコなら大丈夫だ。回ってこないのかあれ。下回ってくると思ったんだけど。やばい。ロックマンが連れて行かれた。ナイス。カピタガン逃げならないんだな。まだ壊れん。取れなかった。痛い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 。風来てる。今誰が、ロックマンが2個、1つがトレーナーか。またスターか。あとはロックマンと、ロックマン倒してみたかったな。見てこの攻撃。おお、この辺のガホックスの違いが出たな。ホックスならずっと構えとけるからあんなことならないんだけど。いっけ、キタスマの方が、キタスマの方がいいな。花欲しい。取られた。耐えた。ロックアッパーを耐えた。ミジュマルか。滑りすぎる。近寄らず戦おう。倒された。ロードローラード、ドーンドーン。よし、だいぶ弱くなったからな、ランドマスターも。ファルコン91枚、撃水5、552の168。カロスポケモンにちょっとかぶった。パワーブロック。お、マルス。
スマッシュ届かない距離か。攻めてくんじゃねえ、帰ってこれないだろ、助けてあげねえ。鋼ポケモンだっけ、あれ刺さるんだ。あれメタル化した、そういうのもあるのか。治んないな。あ、ここか、このメタルの湖に浸かるとメタル化するんだ。長いな。コンピューターびっくりするぐらいジャンプディフェンスするから、せっかくのシールドブレーカーもあまり意味がないんだ。ドンキーに取られた。水ポケモンたち吠える。おう、誰だよボム兵投げたの。回復系は誰も持ってないな。マルスは横 B で戦いやすいから武器持ったまま戦いやすいんだ。なんでシークやられてんの。次は海竜たち、ドラゴンポケモン。おお、竜の怒りか、もしかして竜の怒り。あれか、スティールダイバーか。スティールダイバーの攻撃強いな。俺のとこ来ないで、俺見てるね、俺見ないで。なんだ、さっき爆発した。またこれかよ。カービゴン、マスターボールじゃねえか。ラティアスの方かな。ほっといたら決めてくれないかなって思ったけどダメでした。ここはすげえモンスターボールが出やすいんだから触らないと。降ってきた剣に刺さって死んだ。全然わからないギミックが多い。ストック制だとそのギミックのせいで死ぬことが多いな。お、対戦回数じゃあちょっとタイムに3分。じゃああえてやったことないステージは、面白そうなギミックがあるステージ、ランダムじゃないですかね。スマ村、村と町、ゲーマー、オネット、闘技場、洞窟大作戦。
クッパか。やったにゃん。宝箱が現れた。なんだ。ショイン爆弾。トロッコだ。トロッコでーす。あははは。ちょいちょいちょい、死ぬ死ぬ死ぬ。怖い怖い。宝箱がそこら辺湧きまくってる。あっつ。この溶岩は死なないんだけど 100% 超えてると即死するんだ。あれ死なないな。アルセウス。アルセウスの攻撃か。なんだあれって思って。よし。ギガクッパ変身。広すぎてちょっと戦いにくいところがある。どう。一番上だと天井が近いな。ルージ持ってるもんがやばい。お、消滅した。なんかルージがマリオカラーなんだよね。逃げろー。洞窟大冒険。溶岩だらけじゃん。自分でも当たんの。自分のもんになってくれるわけじゃないんだ。おお、気持ちいい。うん、気持ちいい。よし、気持ちいいぐらい風がしてもらったと思う。コッパー6。細かいな。他には、オルディン大橋、ルイージマンション、そこ行ってみるか。あ、ドクターマリオだ。ドクターマリオはまだ使いやすい。元気ショック。スーパーハク。ああ、マンションがボロボロになってしまった。全部壊してやったわ。なんかな。コブキムシ。まだファルコンはそこまで殺しやすいわけではない。できればあの二人のどっちかをいただきます。よし、なんか雑草回復アイテムじゃねえか。
ただきます。よし、いただきます。1000逃さんぞ。ウィニー。さあ今度は俺が狙われる立場になった。ドンドンドン。やばい、これはさすがに耐えれん。無敵時間を使って、なんか出てる、壊れろ壊れろ。死ね、帰れ。危ねえ危ねえ。シルク倒しときたいな。あ、ダメだ。勝てたろ。ほう、ゼロスーツサムスの拍手がすごい怖かった。どこ見てんのかわからない目で無機質に拍手だけをするっていう。結局はとどめを取らないとどうしようもないんだ。これ撃数かな、22ってところ。今さあ他にしてなさげで面白そうなところ、まだ全部出てないからね。村と町、ピーチ、うん、ピーチってだよ、バカに。低空浮きだよ。ほら、けけっ、トタケケラー、いい、うそー。偽アイテムによる自殺。たまれー、あばよ、気持ちいい。ホームランバット落とすまでに少しでも多く。ファイヤーはあかんって。そのまま上に上がれ。こっち来んなよ。よし、ファイヤーさんのゴッドバードじゃないですか。ホームラン気持ちいいです。やりたい放題です、ピーチ。なんだと。あ、これ当たり判定。ふう、バットがなくなってるな。あ、持ってる、まだ。やりたい放題は続く。打てるだけ打つ。ピーチ姫のホームラン教室。
打てるだけ打つぜ、とりあえず。細かいことは気にすんな。さすがに死んだけど、まだバット残ってる。バッと、おたけけライブ中です。さすがに、よし、最後綺麗に打ってる打ちすぎたね。2-2-2 全員2位だよ。どんだけ打たれたんだい君たち。17発みんなマイナス5でちょうどよかったじゃないか。ひどいなこれ。吹っ飛ばし速度345。あー気持ちよくいった。やっぱゲーマーかなこれ。プリンだ。ピン。硬くで相手の防御を削るんだ。そして 40% ぐらいいったらもう眠るで一撃マスターズを狙うんだね。おお、バレた。遊んでいるのがバレてしまった。お、いいものに、それはやめて。そろそろ眠るで抹殺できるパーセンテージかと思ったらまだちょっと早かった。危ない。助かった助かった。よし、おいしくいただきました。うわー殺された。フィギュア持ってたのにもったいない。ミスった。コンピューターだと弱攻撃で起こしてくれるからね。眠るが超強いし。悪。テレビから出てくるかと思ったが大丈夫だった。いいもの見つけた。おお、絵からいきなり現れた。出身鬼没すぎるぜおっかさんや。ゴリルはあかん。ふう、痛い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 。眠る失敗。大丈夫だったラッキー。痛い。せっかく眠ってもゼロパーはさすがに倒せん。はなはな。まだまだ眠るの当てるタイミングを分かってないな。うわー負けた。
ダメだこりゃ。やっぱ死なないのも重要だ。眠るで無理して突っ込んでいくのは危ないな。あと面白そうなギミックがマリオカート、マリオ U。あ、フォックスだ。フォックスアイランドにはあんまり向いてないんだよ。特性だったら そこまででもないけど、動きが速いから。氷が降ってきた。それとも俺じゃない。ピンクを抹殺しとく。期待。かわされた。いい反応しすぎだろお前。よし。もらえ、俺のじゃねえし。上から氷が降ってきた。オリマーも俺のじゃないし。ちょっとこれまずいわ。パックマンの稼ぎすぎ。それどころか俺までパックマンに持ってかれそうじゃないか。パックマン倒さないと。打ち返された。オリマーに。よし、リンクとオリマー両方もらえたかな。急に落ちてたっていう。フォックスのこの前がほんと使えないんだよな。で操作ミスって死ぬっていう。無駄に2機ほど死んだ。さすがにきつい。で倒したことになった。よし、ちゃんととどめはもらっとこう。危なすぎる。2回ほど自殺してるのも。ほらサドンデスだ。よし、あぶね。やっぱ死んだ数が多いと危ないな。最近のスマブラは自殺してもその1回前に与えてるやつにポイント行くようになってるからね。